Mind-blowing tips! Crazy Japanese lessons! Lesson 11! To give up! 日本が大好きな外国人の皆様、こんにちは！こんにちは！驚きながら日本語を学ぶ Crazy Japanese レッスンのお時間です。今日のクレイジーな日本語表現はこちら！ To give up!将来の見込みがないとして物事を諦めることを日本語では何かを投げると言います。さあ、諦めるときに何を投げる？バトン、リレーのバトン。リレーのバトンダメでしょう。もう勝てないからってね、その投げてバトン渡しちゃダメで失格ですよ。諦めることを表す日本語表現はこちらです。サジ、スプーン、サジを投げる。 To throw a spoon。 スプーンを投げるの？食べるの諦めたってこと？スプーンを投げるんですよ。そうなんですよ。このね、衝撃を受けた勢いでこの表現を覚えてしまいましょう。 Repeat after me。 サジを投げる。 To throw a spoon。 ここでのサジは薬を調合するときに使う器具のこと。患者に対して有効な薬や治療方法が見つからず、医者がサジを投げ出すことからサジを投げるというようになったらしいです。ではまた次回お会いしましょう。